静岡市歴史めぐり町話。今日は静岡市葵区の宝台院を訪ねます。明治維新で始まった近代日本、その日本経済の礎を築いたと言われるのが渋沢栄一です。徳川15代将軍慶喜の家臣だった渋沢が慶喜の命を受けてパリ万博を視察している最中に大政奉還が行われました。日本に戻った渋沢は明治元年12月、静岡で謹慎していた慶喜とここ宝台院で再会します。宝台院は徳川家康の側室で2代将軍秀忠の母となった西郷の局の菩提寺です。戦国武将として戦いに明け暮れる家康を支えた西郷の局は家康とともに駿府城に入り、38歳で短い生涯を閉じました。家康は天下を取った翌年、宝台院に30石の寺領を与え、自画像とともに父松平広忠より譲られた太刀を寄進しました。秀忠は母西郷の局のために大伽藍を立てて法要を行いました。残念ながらその大伽藍は昭和15年の静岡大火で焼失してしまっています。白本尊と呼ばれる阿弥陀如来立像は家康の守り本尊としてこの寺に祀られています。徳川慶喜は謹慎が解かれる明治2年までの1年間を宝台院で過ごしました。慶喜の望みもあって再会の後、渋沢は静岡に移り住み、近代日本資本主義の父としての第一歩を歩み出すことになります。静岡市歴史めぐり町話、今日のお話はこれにて。